東京ドームからお伝えしてまいります。セパ交流戦、読売ジャイアンツ対オリックスバファローズの2回戦です。解説は小宮山さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば死ぬというね。今度は8時40ラウンド。まずはジャイアンツの先発、内海が東京ドームのマウンドに上がります。ベテランらしく巧みに立ち上がってほしいところです。小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう？そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないと大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウト。してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。梅、ね、これは決まった。嘘つけ、いいバッター伸びていく、ボール飛び込んだ、先制ホームランです。ジャイアンツ9高田の舞い上がり、東京ドームのスタンドに消えていきました。ジャイアンツ1点を先制しました。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。どうかなと思ったんですが、ギリギリスタンドまで持っていきました。いや、低い弾道でしたね。打球が鋭かったですね。これで1点差となりました。できるんでしょうか。さあ、この終盤、一塁には勝ち越しのランナーです。バッターボックスには足立。ここは1点の攻防なんで送ってきそうですけどね。さあ、ランナーを用意、三振を取りました。ツーアウトになっています。さあ、この終盤で勝ち越しのランナーを一塁に背負います。走ってきた、キャッチャーは二塁へ、アウト、盗塁失敗、これでスリーアウト。ここは二塁への走り、先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧のボールです。ストライク。インコース、これは外れます。さて、バッターボックスの岡本、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、弾道ないの。打ちました。センター抜けました。これで通速のランナー走ってくるんでしょうか。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。鋭い当たりでしたね。
ットでランナーを一塁に置いています。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。一度ボール球打っていった。ここはフライになっています。掴んでワンアウト、一塁送球、ワンアウトランナー一塁となりました。さあそして長野、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。インサイド打った、飛び込んでおさった、二塁へ送球、アウト。こういったプレーがプロ野球の醍醐味です。ご覧いただきましょう。この台星のランナーです。バッターボックスには川端、そしてレフトへ、星のところに飛んでいる、掴んで3アウト。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。はい、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。引っ張った阿部、これで3アウト、試合終了になりました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、1点を争う好ゲームでしたね。見ているファンも満足したんじゃないですかね。本当ですね。よく点差を守りましたよね。まあ、見ているファンもね、本当に満足して帰れると思いますよ。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方のオリックスバファローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。